コマイは、タラモクタラカに属する魚類、カンカイとも呼ばれる。マダラスケトウダラと並び、日本近海に生息するタラ類の一つ。コマイの地魚体調によってコタッペ、コマイ、オウマイと呼び名を変える場合もある。つくづく時空氷源王の由来は、厳冬期に氷を割って漁獲したことから。アイヌ語ではコマまたはカンカイ、ニブフ語ではカンギと呼ばれる。ロシア語では、または などと呼ばれる。航海、日本海、オホーツク海、ベイリング海を含む北、太平洋に分布し、水深200メートルより浅い海に生息する。記録では、最大のもので、全長55センチメートル、体重1300グラム。3機の背びれと2機の尻びれを持つタラの仲間だが、下顎より、上顎が前に突き出ていて、下顎にあるが短いことで、マダラや、スケトダラと、 区別できる。夜行性で群を作る。12月後半から2月下旬が旬だが、夏にも釣ることが可能である。日本では主に北海道で漁獲され、干物や魚肉練り製品の材料となる。もっぱら干物には、やや小さめのものを用い、頭と綿だけ取った一匹丸ごとのものと、開いたものがある。稀に生のものが流通している。干物はそのまま酒魚として、 または軽く炙ってマヨネーズ、醤油、七味唐辛子などをつけて食べる。また、金づちで叩いておくと食べやすいという。ただし匂いに少々癖がある。一匹ものはかなり硬いのが通例で、皮と骨をむしり取った身をよく噛めば美味であるが、歯が丈夫でない人はそのまま食すのは避けた方が無難。身や骨が指先に刺さり、血が出ることもしばしばある。一晩水につけ。 そのまま軽く沸騰させてから焼けばかなり食べやすくなる。水には出汁が出るので味噌汁などに使う。最近では風よぼし、生干しにして食べやすくしたものも作られている。北海道のコンビニエンスストアでは調味料とともにパックされ販売されており、また通販でも売られている。干物は骨まで食べられるが、風よぼしの骨は少し硬い。ありがとうございます。